アメリカ、トランプ大統領が重大発表を予告。本日、アメリカのトランプ大統領がツイッターに対し、国境での人道危機と政府機関の閉鎖について、明日午後3時に重大な発表をすると発言したことが明らかになりました。こちら、トランプ大統領が非常事態宣言を行い、 壁の建設を行おうとしてるんじゃないかと見られておりますが、現時点ではまだはっきりしておりません。現在、トランプ大統領と野党の民主党が壁の建設について対立しており、政府機関の一部が1ヶ月近くにわたって閉鎖されてしまっております。 こういった状態でアメリカのホワイトハウスもうまく機能していないという状況にありトランプ大統領がそういった問題を打開するために非常事態宣言を行う可能性もございますこのメキシコとの国境沿いの壁の建設についてはメキシコから大量の 密入国者がアメリカに入り込み、その結果犯罪が起きているという事実があり、アメリカ政府としてアメリカ国民を守るために、壁を建設したり、国境の警備を強化するというですね、必要に迫られトランプ大統領が壁の建設を進めようとしておりますが、この件に関し、 トランプ大統領には、ぜひともしっかりとアメリカの法を守っていただき、また、密入国者に対してアメリカの法を守らせていただき、これ以上ですね、アメリカだけの問題ではございませんが、世界中の国々で発生している密入国不法就労の問題が、 アメリカでさらに拡大することがないように、悪化することがないように、しっかりと対策をとっていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。